も門さん1キロバトルレースありがとうございました。ありがとうございました。もうスピード感を感じられて幸せでした。でちょっと私から下門さんに聞きたいことがあるので聞いてみたいと思います。はい、まずプロランナーをされて今2年くらいですか、ね、はい、になると思うんですけど、プロランナーって皆さんどんなことをやってるかわからないと思うので、1日の過ごし方とかを教えていただきたいです。はい、はい、そうですね、1日はやっぱりその朝練から始まって、あとはそのプロと実業団の違いっていうのが、もう実業団選手は栄養士さんがいたりとかご飯作ってくれたりとか、そういうトレーニングの時間とかもきちんと確保されていたりとか、そこが市民ランナーさんと実業団さんの違いで、実業団とプロの違いはその周りでいろいろやってくれるっていうのがないので、自分でその遠征とかの手配をしたりとか、食事の手配を自分でしたりとかっていうのに時間を当ててます、ね、基本的には朝練習をやって午後練習をやるんですけど、その間に午前中にあの補強とか 筋トレとかをして過ごしたりして、あとは食事の準備をしたりとか、あとそのスポンサーだったりとか所属先のこうミーティングだったりとか、そのようなことをしてます。自分であの何から何まで管理していくっていうような。そうですね、はい、すごい、私は何も自分で管理できていないから結構そういった能力っていうのも大切になってきます。そうですね、やっぱりその体が資本なので、食事とかもしっかりしなくてはいけないですし、あの体のケアだったりとかも、怪我をして試合に出れなかったりとかっていうのが一番そのスポンサーさんとかにご迷惑をおかけしてしまうので、その辺はしっかり管理をしています。怪我って今までに結構されたことあるんですか？学生の時はすごく多かったんですけど、それが多すぎて自分ですごいその箇所とかの痛みで、どのような痛みが出たらまずいっていうのが結構わかるようになったので、その時のケアの方法だったりとか、あとはこれはダメだっていう、この状態だともう走っちゃダメだっていうのと、これならまだ大丈夫、走ってても走りながら治せるっていうところの加減がわかるようになりましたね。すごいですね。私なんかちょっと足が痛くなったら休んじゃったりするんですけど、そういったその加減がわかるようになったら、まあ、自分の限界をうまく超えていけそうです。そうですね、やっぱりその練習が途切れて2ヶ月3ヶ月とか走れない時期が続いてしまうのが一番あの力が伸びないあのものになってしまうので、そのいかに練習を継続してできるかっていうところで、怪我をしても最短で治すような方法を自分で考えたりとか、あのトレーナーさんとかに相談できるような環境を作っておくっていうのはとても大切だと思います。その自分で練習したりとかしてると思うんですけど、一人で走ることっていうのは結構多いかなと思うんですけど、そういった時のモチベーションの高め方って何かありますか？そうですね、やっぱり一人でやってると、練習メニューはあのコーチが出してくださるんですけど、あこれやりたくないなとか、そのスタートする直前まで結構悩んじゃったりとか、一人だから今日は辛いよなとかいろいろ考えちゃうんですけど、でもそれが後々につながっていくと思ったりとか、まあ、それを一つ一つこなしていくことで力になると思って、それを今はモチベーションにやっています。最近あのコロナのせいとかもあると思うんですけど、みんなと走るのではなくて一人で走るっていう方も増えてると思うんですけど、そういった方に何かあのメッセージというか、こうしたら頑張れるよみたいなのがあったら教えてほしい。そうですね、やっぱりみんなで練習をやるとモチベーション上がったりとか、楽しいうちに終わっちゃったりとかはあると思うんですけど、やっぱりマラソンをやるってなると苦しいところも必ずあるので、その中で自分とどのように戦えるかっていうのが今このコロナの現状とちょっと似てるんじゃないかなと思うので、苦しい時にどれだけ自分の中で戦えるのかと、その中でどれくらいこう幅を広げてできるのかっていうのは今試され時というか、そんな感じがしますね。そういう風に考えられれば。そうですね、うん、確かにマラソンって自分の時間、自分がどう時間を使っていくかっていうところが結構大切かなって思うので、
まあ、マラソンを走る時だけじゃなくてそういった普段の生活からそういったことに意識していけると、はい、いいですね、はい、女性のプロランナーとかってまだ少ないかなと思います。女性のアスリートとして意識していることとかこれからやっていきたいこととかってありますか？そうですね、女性ランナーとして意識していることはやっぱり男性と違ってその女性特有というかならではの華やかさっていうのを大切に走っていきたいなと思っていて、やっぱりそのガチガチに固められた中でもう髪も真っ黒でもう刈り上げてみたいなそんなちょっと昭和チックというか古い感覚を捨ててもうちょっとこう色をつけて女性ランナーを走っていくべきだなと思っていて、私もそのメイクだったりとかネイルだったりとかあとはウェアとかも結構そのモチベーションになるもの、女性として走ってて楽しいなって思えるものを結構やってますね。確かにあのガチガチっていうイメージが実業団ランナーの方とかあって、あの初め私も下門さんとお会いするのがちょっとあのガチッとしてるのかなと思っててちょっと怖いなと思ってたんですけど、あの、まあ、いろいろな、なんだろう、YouTube とかいろんな SNS とか見てて、あ、こういう走り方、こういう発信の仕方をしてて、なんだろう、ランニングも頑張ってるし、こういったところも頑張ってるっていうところが、すごい好感というか、あ、こういう楽しみ方もあるんだっていうのが分かったので、そういうランナーってまだまだ少ないと思ったので、これからもそういった発信をしていただきたいなって思いました、はい、なんか上から目線になっちゃった、ちょっとごめんなさい。でも楽しんでこう見ていただけてるっていうのはすごく嬉しいです、はい、結構その実業団選手だとあの合宿行ってもその合宿地の今ここにいますよっていうのとかをあんまり撮って載せないでほしいって会社に言われてたりとか、うん、その会社のカラーだったりとかでもう髪は染めちゃいけない、ネイルはしちゃいけない、まあそれは会社に勤めてたら当然のことなんですけれども、でもやっぱりその何て言うんだろうな、何に憧れるかとかって人それぞれだと思うので、その今学生ランナーとか将来ランナーにそういう走ってお金を稼いでっていうのを目指している子たちには、まあ、自分のなりたい選手とかをとか目標にしている選手を見つけてもらってその方向に行って、でそれで走る方も頑張るっていうのをやっていただけたらいいなと思ってます。そんなにもうガチッと固めてるからすごい走れるわけでもないですし、なので楽しく走る、楽しく自分の私生活も送るっていうのがいいのかなと思います。あ、すいません、つなげるの忘れちゃった感動してるんですけど確かにあの沖縄マラソンこの前2学期走った時に友達にネイルしてもらったんですよ、はい、そしたらすごいテンション上がってなんか腕振るたびにネイル見えて、あ、かわいいみたいな気持ちですごいモチベーション高まったので、私も試合の時とかはあのプロ野球のヤクルトスワローズが好きなんですけど、はい、それのモチーフにしたネイルにしたりとかしてて、きつい時にこうやってあ、頑張らなきゃと見たりとか、はい、してるので、ちょっと下門さんの走っているレースのネイルにも注目ですね最後にこれ私が一番聞きたかったことなんですけど、今も少しヒントあったかと思うんですが、どうやったら美女ランナーになりますか？なんか走ってても髪の毛こんなんだし、もうなんかどうやったらかっこよく綺麗に走れるのかなって思ったんですけど。そうですね。でもなんか私が考えるというか私からするとすごく頑張ってる女性ってみんなキラキラしてるし、どんなにめちゃくちゃな姿になってもすごい、あ、やっぱ美しいなっていうのはすごくあるんですよね。ただそれにその自分の好きなネイルをしたりとか、あの髪を染めたりとか、好きなウェアを着たりとか、あの自分が好きなことをプラスアルファでやっていけばいいのかなと思います。もう練習とかも、あ、やだなやだな、やりたくないなってすごい負のオーラでやるよりも、よし今日はやってやろうって思ってやって、
でそのお休みの日はあじゃあ自分の好きなことに時間当てようとかそういう風に考えてやってる方の方がやっぱりキラキラしててあ美しいなって思うので、もう今日も練習やらなきゃあでも今日も仕事行かなきゃあもう疲れたなってどんどん負のオーラになっていくよりかはあもう美味しいもの食べよう好きなことをしようって言ってどんどん前向きに走ってるランナーさんの方がやっぱり魅力的だなと思うので、はい、そういう感じかなと思います。あすごいためになりますね。今の私よく仕事、まあ、仕事も楽しいんですけど、まあ、ちょっとあ仕事だからとか言っちゃう時もあるんですけど、まあ、楽しいことだなと思ってそれをもっと楽しもうと思ってやっていけば、まあ、自分の内面からキラキラオーラを出せるんだなって思いました。はい、ありがとうございます。これから私がもっとキラキラするかもしれないのでよく皆さん見といてください。ちもかどさんの強さの秘密が少しだけ分かったかなと思います。私も見習って頑張っていきます。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。これもういいお話すぎて保存版ですよ。私がもう保存してデスクトップに保存します。今回登場してくださった下門さんも YouTube チャンネルをやっています。はい、この動画のメイキングなども載せているのでぜひ下門みはるチャンネルをあるかなこれお願いします。今回もご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。